さんこんにちは。心と体を元気にする内容をお届けしています。ハピフルマインドの千尋です。今回のテーマはビタミン D 不足する理由とはについてお話をしていきます。ビタミン D ね、感染病とか流行った時にちょっと一躍有名になりました。免疫力をね、高めたりするっていうこととかでね、ちらほら聞いている方も多いとは思うんですが、実際にどんな効果があるのか知っているでしょうか。具体的にね、不足するとまずどうなってしまうのかというと、ビタミン D は骨とか筋肉の成長に不可欠なんです。特に成長期のお子さん、クル病っていうね、骨の変形する病気ですね。これ弱さから発達のね、恐れにつながる可能性もあるっていうふうに言われています。とってもね、成長期において骨をね、強くしていたりするために必要なビタミンなんですね。そして成人でも免疫機能の低下、疲れとか倦怠感を感じているという方、もしかしたらビタミン D 不足の可能性があります。はい。免疫力の低下はね、結構言われているかと思うんですが、疲れだったりとかね、倦怠感、だるかったりとか、そういうのもね、もしかしたらそうかもしれません。そして、妊婦でビタミン D 不足になると、胎児もビタミン D 不足の傾向があるんですね。体を作る材料にとっても大切なビタミン D なんです。そんな中でビタミン D を多く含む食材、どんなものがイメージできるでしょうか。はい。鮭、サンマ、シラス、お魚類ですね。そして、キノコ類。こういったものには、ビタミンの D が多く含まれています。なので、ぜひぜひ食事に取り入れてみてほしいんです。含有量ね、実際にどんな感じかというと、鮭の切り身 100g に対して33マイクログラム、そしてサンマ、これは 150g に対して29マイクログラム、シラス 30g で14マイクログラムなんですね。はい。そして、じゃあ実際どれぐらい必要かというと、成人1日あたり、だいたいね、8.5 必要というふうに言われています。ちょっと意識していきたいなっていうところですよね。そして日光浴によりビタミン D が生成されるんですね。私たちの体は太陽に浴びることによってビタミン D をね、体の中で作ることができます。なのでビタミン D ってね、サンシャインビタミンというふうにも言われてるんですよね。はい。で、どんな感じかというと、まず日光に当たるとね、紫外線によって皮膚でコレステロールがプレビタミン D というものになります。そしてね、太陽によってビタミン D に変換されて肝臓に行きますね。肝臓で蓄えられたビタミン D が腎臓で活性型、ビタミン D になって、必要な時に各組織にね、こう運ばれていくっていう流れなんですね。なのでね、太陽の光に浴びるっていうのはね、結構大切なポイントです。はい。ということで、ビタミン D 対策のまとめです。まずね、食事。これは、サンマ、シラス、鮭、キノコ類、こういったものをね、ぜひぜひ食事の中に加えていただいて、そしてさらに適度な日光浴、お散歩がおすすめですね。ただ、日光浴はおすすめなんですが、暑いね、夏の時期とか、紫外線、こういったものにもね、注意が必要ですよね。SPF30 程度の日焼け止めを塗っていると、ビタミン D の吸収力がね、5% 程度に、ね、低下してしまうんです。なので、ちょっとね、ここも、個人的な差があったりとかね、大切にしたい価値観とかもあると思うんですが、紫外線のね、影響でね、肌のね、このダメージですよね。シミとかシワの原因にもなりかねないので、そこはね、うまく、例えばね、真夏とか、お昼時ですよね、正午とか、そういう日差しのね、強すぎる時間帯は、できるだけね、ちょっと気をつけていただいたりとか、外出を避けたり。一方でね、この日陰だったりとか、帽子とかね、そういったものを利用しながら、適度に紫外線を浴びるっていうことがとっても重要なんですよね。家の中にいてね、例えばリモートワークされてる方だったりとか、なかなかね、ちょっと外に出てあまり日が浴びれなかったなとかね、夜勤のお仕事があったりとかする方、こう太陽の光にね、久しぶりに触れたりとかすると、あ、気持ちいいなーってね、思ったりとか、ちょっとこう前向きな気持ちになったりとかね、したりする体験ある方いるんじゃないでしょうか。結構ね、太陽の光って本当に私たちの体にね、大切なんですよね。はい。日照時間の関係でね、夏より実際冬の方が、ビタミン D 不足になりやすいです。なので、食事自体のビタミン D を増やすっていうのもね、とっても大切なポイントです。特にね、キノコ。これ、天日干ししていただきたいです。もちろんね、干し椎茸もおすすめなんですが、例えば、えのき。これ、2時間太陽にね、浴びてるえのきだと、ビタミン D が急増します。ということはね、せっかくね、キノコがあるのであれば、お家の冷蔵庫とかね、買ってくるのであれば、ちょっとね、太陽の光に当ててあげるということをね、やっていただくと、効率よくビタミン D が取れてね、栄養満点になりますので、ぜひぜひ試してみてください。ということで、今日も最後まで聞いていただいてありがとうございました。プレゼントのお知らせです。公式 LINE から5日間の特別講座プレゼントしています。その他 SNS も見てみてください。
リトリートなどのイベントも企画しますので、どこかでお会いできることを楽しみにしています。ありがとうございました。